はい、どうも始まりましたサウスチャンネルです。よろしくお願いします。前回ね、修理した井戸ポンプ、井戸ポンプが直ったので、そちらの井戸から水をね汲み上げていこうと思います。果たしてね綺麗な水が出るのかちょっとやっていこうと思います。はい、じゃあまずはねポンプにねホースをつけていくんですけど、まずね井戸水を汲み上げるというのはねすごいね高さがあるので、ホースをつけるときにこちらのねフートバルブっていうね水を下にね戻さないためのねバルブをつけないといけません。で、上からね吸い上げられたときにこっから上げる力が加わってバルブが開くんですけど、それ以外はね閉まって中はね水で満たされるという感じのねバルブとなります。まあこれもね、ちっちゃいサイズであれば1500円ぐらいで買えるので、ホームセンターで探してみてください。はい、じゃあねこれをねホースにつけていこうと思います。ちょっとね緩い、よし、くりくりくり、はい、こんな感じです。じゃあちょっと軽くまあ締めて、はい、じゃあねこれをね、ポンプにつけていこうと思います。じゃあねポンプの先っぽのねこちらにガチャンとニップルをつけてこれをね持ち上げるとこんな感じでロックすることができます。じゃあ、ホースの方を、とりあえず井戸の中に入れていきましょう。はい、じゃあ入れていきます。入るかな。はい、もう着きましたね。はい、はい、それではねこちらのポンプと、井戸のねホースの接続が終わりました。じゃあ次はねいよいよエンジンをかけていくんですけど、その前に、こちらにね空気がね入っていると水をあげられないのでここに呼び水というね水を入れてから上に引き上げる感じです。じゃあこっちにね水をちょっと入れていきましょう。開けてね、案外入るんですよねこれが、もうタンクいっぱい水が入るんで。はい、じゃあね呼び水も入ったんで蓋を閉めていよいよエンジンをかけていきます。果たして、水が上がってくるか。はい、じゃあエンジンかけます。はい、前回直したばかりのポンプはね、エンジンはね快調にこうやってかかってくれました。あとはね水をちゃんと吸い上げるかどうか。ここでねエンジンがねかかってはいるんですけど水がね井戸から上がってこないんですよね。でポンプの中にねまだ空気が見えたのでとりあえず中にね水を満たしてみました。これでしばらくねエンジンを回したんですけどやっぱ一向にね水が上がってこないんですよね。もうこれは何かしらのね原因があると、ポンプの高さ変えたりとかいろいろしたんですけどそれでもね上には水が上がってきませんでした。まあここでね、先ほど満たした水も、見えなくなってたんでおそらくホース内のどこかに穴が開いてるかつなぎ目から空気を吸ってしまって水が下に落ちているような感じでした。はい、水がね上がってこなかったんですけどどうやらねここ漏れてるみたいです。100% ここ、ああ閉まってないんだこれが。どうやらねホースとホースをつなげるジョイントの部分から水が漏れている感じでした。
このクランプがダメみたいなんで、ちょっとこれ交換します。ワッシャーが もはや入ってないから。はい、ね、配管の漏れをね、ちょっと締めてね、修正しました。これで上がってくれればいいんですけど、ちょっとやってみようと思います。来た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 、挑む。はい、なんとかね、井戸水がこうやって出てくれました。いやー、なんかここまでにたどり着くのがめちゃくちゃ長かったんで、ほんとね、ほっとしました。来た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 、めっちゃ出てる。すごいっすね。お、想像以上に透明度高そうっすね。水が出てます。なんかぬるいぞ。いや、あったかいな、なんか。まあね、暖かかったんですけど、井戸水って、まあ、冬場ね暖かくて夏場冷たいっていうのがね案外あったりするんで、まあ今回もしかしたらそうなんかなと思いました。はい、じゃあなんとかね、そちらの井戸からね水を排出することができました。ただね、なんかね、温度がねちょっと暖かかったので、もしかしたら雨水が溜まってるだけの可能性もあるので、ちょっとね、汲み出せるだけ、まあ、何日かに分けてね汲み出して、水が溜まってるかどうかをね確認しながら、ちょっと作業を進めようと思います。まあよかったな、とりあえず。はい、じゃあね、まあ、水がねとりあえず確保できればね、こちらの池、こちらの池もねどんどんね進んでいくと思うので、そんな感じでやっていこうと思います。はい、じゃあね、またねこちらの池の計画どんどん進めていこうと思うので、よろしければグッドボタン、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。そんな感じで以上、うさりずりチャンネルでした。今回もご視聴ありがとうございました。